有安桃佳引退新たな道へ。少しでも最後の応援を届けられればなと思ってます。いつもよりも一生懸命応援したいと思います。先週グループ卒業芸能界引退を発表した桃色クローバー Z 有安桃佳さんのラストライブが幕張メッセで行われ、会場にはおよそ3万人が集まりました。サプライズで急遽制作されたという有安さんを送る楽曲も披露されました。有安さんは最後まで笑顔でステージを後にしました。そしてここから4人での新たなスタート。グループ初の東京ドーム公演とベストアルバムのリリースが発表となりました。じゃあ新生ももクロの、はい、最初の Z いいですか、はい、以上私たちマイルアイドル週末ヒロインももいろクローバー Z ありがとうございました。気付けてないんだよ。4人でやってくれる。あ、そうですか。5人でのラストライブ、三宅さん、どうでした。まあ、ももかちゃんがね、最後で笑顔でお別れしたいっていう気持ちをみんなも分かっていて、みんなも笑顔でね、受け取るんだけどやっぱり涙が出てしまうという、うん、でもモークロらしい明るい温かいさよならライブだったですね、はい、そして東京ドームが発表されて、はいはい、これから4人で頑張っていくんだというね、うん、その強い思いをやっぱり感じましたね。力強い宣言でもありましたね、うん、はい、5月23日東京ドーム公演があります。